イキサゾミブは、蛍光プロテアソーム阻外剤の一つである。再発、難治性の多発性骨髄主治療薬。放酸元を、クエン酸で環状に包み込んだ、イキサゾミブクエン酸エステルが、製剤に用いられている。週一回の服薬で効果が期待できる。開発コード MLN9708。米国では2015年7月に承認申請され、 同年9月に優先審査指定され、同年11月に承認された。欧州では2015年8月に販売許可申請が受理された。日本では2016年2月に気象疾病用医薬品に指定され、2017年3月に承認された。重大な副作用には以下のものが挙げられている。その他、下痢、悪心や嘔吐、便秘、高中級減少症、疲労、 発信が10%以上に出現する。イキサゾミブは治療濃度においてプロテアソームサブユニットベータタイプ5を選択的かつ可逆的に阻害し、帰り半減期は18分である。このメカニズムは帰り半減期が110分と非常に長いボルテゾミブと同じである。一方、類薬であるカルフィルゾミブは PSMB5 を不可逆的に阻害する。 プロテアソームサブユニットベータタイプ1及びタイプ2は細胞培養モデルで到達し得る高濃度でのみ阻害される PSMB5 は 20S プロテアソーム複合体の一部でありキモトリップシンと同様の高素活性を有する様々な癌細胞株においてプログラムされた細胞子の一種であるアポトーシスを誘導する多くの骨髄腫細胞株において イキサゾミブとレナリドミドの相乗効果が確認されている。この薬は抗酸エステルであるプロドラッグ生きさぞみぶく炎3エステルの形で経口投与される。このエステルは生理的条件下で速やかに過水分解され生物学的活性型であるイキサゾミブとなる。イキサゾミブの絶対的バイオアベイラビリティは58%で、 結晶中最高濃度には1時間後に到達する。結晶タンパク結合率は99%である。この物質は臨床容量では主に非細イプ系酵素で代謝される。またより高濃度では多くのサイプ酵素によって代謝されることから相互作用の可能性は低いと考えられる。クリアランスは1時間あたり約1.86リットルで、 個人差は44%と大きく、結晶半減期は9.5日であった。イキサゾミブ及びその代謝物の62%が、尿中に22、22%が、糞便中に排泄される。N 末端を保護されたジッペプチドであり、2、コージクロロアンソク酵酸、グリシン、カルボン酸を放酸に置換したロイシンの順で、結合している。クエン酸エステルは、 クエン酸米体のカルボン酸及びアルコール元が放酸元と縮合して五因間を形成している。ありがとうございます。